東京大学新領域創生科学研究科のメディカル情報生命専攻というところにおります鈴木豊と言います。今日は私たちのところでも取り組んでおりますゲノム解析技術とその進展について少しお話しさせていただきたいというふうに、と思います。よろしくお願いいたします。まず、人のゲノムというものですけれども、人のゲノムというものは30億文字の ACGT、これは化合物ですけれども、それが連なったような長い、鎖状の分子であるということが明らかになっています。それが人の場合ですと、23本の、切れ目が入っておりまして、23個に、分かれて、核の、いわゆる細胞核の中に折りたたまれているというものを私たちは人のゲノムというふうに呼んでいるわけであります。この中から、いろんな遺伝子が読み取られて実際に細胞として機能したり、これが例えば突然変異を起こして病気になっているということになるわけで、あります。初めての人のゲノム、人類で初めてのゲノムが解析が完了したのが2000年ということに、なります。当時の、内閣総理大臣の小泉さんに対して、我々のゲノムのボスである、榊さんが、これが初めての人類のゲノムですよという CD-ROM を手渡した、写真なんかが出たのが2000年ということになります。で、その結果として、先ほどのスライドですかね。人のゲノムが30億の塩基対からなるということ。あるいはその中には、2万個の遺伝子が、ユニットとして浮かんでいると、というようなことが明らかになったわけで、あります。2000年から20年の間に、さらに DNA の配列、その文字を読み取る、性能というのは飛躍的に進歩を遂げて、おります。コストもどんどん安くなっております。今、例えば1回の DNA のシークエンスを読み取る機械、シークエンサーというふうに言いますけれども、それを使いますと、1兆塩基と、というような数の塩基を読み取ることが、できます。何百人分もの、人のゲノムが読み取れるということに、なります。初めて人のゲノムが解読され、アメリカで解読されたのが、2000年ぐらいですけれども、その時にかかったコストは100万ミリオンダラーですかね、アメリカドルということです。途方もないお金がかかったわけですけれども、一人当たりのコストというのもどん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 下がってきておりまして、2020年ぐらいになりますと、5万円から10万円の価格で、自分のゲノムを解析できると、というような時代になっております。で、その性能は、革新的な技術革新がありまして、1980年代に比べると、なんと1億倍と、というような非常に大きな性能向上があったということに、なります。じゃあ、なぜこういうような性能向上が必要だったのかというふうに言いますと、これは、世界的に研究者が寄せ集まって、集まって、一人の、人類のゲノムを解読するのではなくて、それぞれの個人のゲノム、一人一人のゲノムを解読すると、その人の健康だとか幸せだとかに非常に大きないい意味があるんじゃないかというようなことが明らかになってきたからだということであります。具体的には、私たちは、癌をはじめ、いろんな病気と戦わなければ、なりません。一番多いのが、遺伝子の病気で起こるので一番多いのが癌かもしれないですけれども、それの壊れ方、突然変異の仕方というのが個人によって異なるということが言われております。個々の症例で先ほどの2万個の遺伝子のどれが壊れているのか、それを明らかにして、その遺伝子の壊れ方によって最適な治療法を考えていかなければいけない。いわゆる個別化医療、最適化医療と呼ばれるような、活動が、個人ゲノムの時代が始まって、最適化医療というものが始まったのが日本でも2019年と、ということに、なります。具体的に少し専門的なスライドになりますけれども、先ほど、今、2人に1人が癌で、亡くなる時代になっておりますけれども、例えば、肺癌というものは、こういう EGFR と言われるような遺伝子の上に突然変異が起きて起こる方が、大体肺の腺癌という癌の半分ぐらいの方、日本人だと、半分ぐらいの方が EGFR の突然変異が起こるというふうに言われております。で、例えばこのそれぞれにこういうような変異が、いろんなところに起こってくるわけですけれども、
この一つ一つにあった、今よく聞く抗がん剤というものが、開発されております。けれども、違ったところにある突然変異のものには効かないということでもありますので、しっかりとどこに突然変異が起こっているかということを個人ゲノムで調べて、その人に合った、治療方法を届ける、抗がん剤を届ける、あるいは、他の治療法を届けるということが、今行われるようになっているということに、なります。私がおります東大の柏キャンパスの、真正面には、国立がん研究センターの東病院というものがありまして、そこでは先ほど申し上げたような、個人に最適な、そのがんによって最適な、検査をして、その治療を届けるということが、実践されているということに、なります。これは2022年、現在の、お話ですけれども、私たちは、の研究、大学では、大学と、がんセンターと一緒になってるんですけれども、さらにその先に、より良い、治療法が開発できるような、基盤を、整備しているということに、なります。具体的には、まだまだ、原因が分かっていないがんの方、あるいはまだまだ原因が分かっていないがんを離れても、いろんな疾患の方がいらっしゃいますので、その人の遺伝子を解析して、なぜその人がそういう疾患になっておられるのか、あるいはその場合にはどういう薬を作ればいいのか、っていうようなことを、いろんな方、研究者の方と、一緒になってやるような、基盤を整備して、おります。これが最新型の今、DNA のシークエンサーであったり、その他の解析機器、というようなものを、駆使して、今国内でも、有数の、データを作れるような、そういうものを運営しているという研究室になります。こういうような機械を使いますと、少し専門的ではありますけれども、今の DNA のシークエンスの技術では、まだ見つからなかったような複雑な、突然変異のパターンが見つかったり、あるいは今までわからなかったような、このパターンがあって、で、それが実は免疫チェックポイント阻害剤、数年前に、京大の本庄先生が見つけて、ノーベル賞を取られた、がん治療の新しい枠組みですけれども、もしかしたら今まで、そういう、治療の恩恵に預からなかった方も、実は、その治療が効くのではないかと、というようなものが、いくつか見つかっておりますさらに、その範囲を新しく広げて、ああ、こういうことで病気になっているんだ。ゲノムの変異ではなくて、今度はエピゲノムと呼ばれるようなものの、変異が、癌の原因になっている場合があるんじゃないかっていうようなことを調べたりも、しています。新しい治療法を、につながればいいというふうに思っているということに、なります。もう一つは、さらに、詳細に解析を、進めていくということが可能になって、と言います、ております。今までゲノムって言いますと、例えばその癌をすべてすりつぶして、その突然変異を調べていたんですけれども、実は、一つの癌の塊の中にも、一個一個の細胞によって、いろんな突然変異のパターンがあるということがだんだん分かってきました。癌っていうのは、突然変異を繰り返しながら、例えば治療だとか抗がん剤だとかに抵抗性を獲得していくと。一個一個の細胞がそれを逃れていくというような進化を遂げていると、いくと、ってなことだということが分かってきたということに、なります。で、これらを解析するために、一個ずつの細胞を、一つ一つ丁寧に見てってやるということも今可能になっております。例えば単一細胞の遺伝子の解析ということに、なります。全部を見ているとわからなかった変化が、一つ一つの細胞を見ていくと、より詳細にわかるようになって。で、例えば、転移の起源、がんが転移する起源になっている細胞みたいなのが、早い段階で同定できれば、そこに対してアタックしていくと、というようなことが可能になる時代も、もうすぐ来るのかもしれないというふうに思って、います。例えばそれは、これ血液のがんですけれども、白血病と言われるがんですけれども、どういう、臓器移植、骨移植であったり、治療を、施していくのかと。それは再発をどうやって防いでいくのかというようなものに対して、重要な、知見を与えていくというふうに私たちは期待しているということに、なります。さらに、解析技術は進んでおりまして、じゃあその細胞は今どこにいるのかと、というようなことも、解析できるようになって、おります。
例えばこれ乳がんの絵ですけれども、乳がんっていうのはこういう形をしていまして、ここから、こうやって広がってきてるわけですけれども、ここになるともう、乳管を食い破って全、乳房に広がっていくというようなことですけれども、その過程で遺伝子がどういうふうにおかしくなっていっているのかっていうのを、一点一点こういう形でドットプロットのように表現できるというようなことになっております。これ一昔前だとこういうことは難しかったのは、まだ DNA シークエンサーの解析技術が限られてまして、なかなか一つの癌に対してこんなに点を持って解析することはできなかったんですけれども、今一つの癌に対しても5000点ありますけれども、5000点の一点一点での解析が可能になっているということになっております。ちょっと細かいですけど、さらに着目いたしますと、これ、今、まさに今、乳管を食い破って、癌が浸潤してきたところですけれども、じゃあ、ここの中の、遺伝子の、変異と、ここの外の遺伝子の変異、全体から見ると、ここの、すごく小さい場所の変異ですけれども、これが、将来のこの方の、運命を決定すると、というような重要な変化も捉えられるというようになってきているわけで、あります。このような形で、癌を皮切りにいたしまして、いろんな病気の方の、原因だとか、治療法というようなことが、飛躍的にその研究が進んできているということに、なりますけれども、では、じゃあ、病気の方はもちろん、真っ先に、研究を進めなければならないということではありますけれども、さらに進めていくと、じゃあ、健康な方、普通の方がどうやって自分のゲノムを使って生活してらっしゃるのかというようなところまで解析が今進んでいこうというふうにして、解析が進んでいこうとしております。例えば私たちのところでは、近隣住民の方のご協力を仰ぎまして、その方の血液の中で、どういう、ゲノムの機能が行われているかということを、本当に何でもない、何でもないというと怒られますけれども、街を行く普通の方々のゲノムの解析ということを行っております。特に高齢者の方中心に血液をいただきまして、そのゲノムの機能ということをまず調べまして、それをスマートフォンにリンクしたスマートウォッチですかね。その方の生活スタイルとリンクさせて、病気ではなくて、普通の状態でどういうふうにゲノムが活動していってるんだということを調べようというような研究も行っております。こういうことをやっていますと、非常に重要になってきますのは、もちろん研究はどんどん進んで、いくわけですけれども、それをじゃあ担うような研究者、あるいは学生さんの育成ということも私たち東京大学の担う重要な機能として、意識せざるを得なくなってくるところで、あります。それはもちろん日本でもそうですけれども、例えば、欧米、あるいは、東南アジアといった、途上国、アフリカ等の国々でも世界中で次世代への目覚ましい技術革新をどうやってさらに発展させていくかというバトンタッチが行われて、おります。で、私の属する東京大学の使命としては、当然、次世代にわたって、知の、拠点を作るということでもありますので、新しい技術をどうやって学生さんたちにその広がりを伝えていくのか、10年後に飛躍を目指していくのか、さらに、学問だけの閉じた世界ではなくて、民間の製薬企業、バイオテクの企業なんというのも一緒になりながら、社会人の方のいわゆるリカレント教育も、含めながら、さらに未来への発展ということを、目指しているということに、なります。全体といたしまして、私たちが、作ってきました、私だけではないですけども、私たちような研究者が作ってきましたゲノムの科学を、さらに未来へとつなげる。そんな発信を、柏の葉から、できて、世界に向けて発信できていけたらというふうに、思って日夜研究を、しております。今まで、聞いていただきまして、ありがとうございました。ご清聴に感謝いたします。どうもありがとうございました。